テレ東卓球塾ひとらりに一徳収録お疲れ様でした。まあ思い出の地をいろいろ巡りましたけども、どうですかね、リアちゃん。たくさんの方々やお店に支えられてここまで来たんだなっていうのを思いました。そうだね、確かにね。まあ、今回リアちゃん初ロケだったけども、どうですか、初ロケは。全然スタジオと違った感覚で緊張を最初はしてたんですけど、すごい楽しかったです。よかったですね、はい、これからどんどんロケ行こうね、はい、いいですね。竹さんどうでした？非常に私にとって苦いロケとなったなという苦いロケ、ね、出だしで本当に死にかけましたけども、なんかありました？なんかありましたっすよね。最後に取り戻したぞっていうのがありましたね。そうですね、はい、最後おいしいね、あれを食べましたしね。そうですね、はい、本当に。まあそんな水谷隼君の思い出巡りロケが見られるテレ東卓球塾は4月30日23時30分から放送です。見てねー。